アマテラス大臣、アマテラス狼、またはアマテラス大神は日本神話に出身として登場する神。女神と解釈され、高間が原を滑る主催神で、高祖神にして日本国民の総無事神であるとされる。危機においてアマテラスは太陽神の性格と巫女の性格を合わせ持つ存在として描かれている。演技式では自然神として、 神社などに祀られた場合の、アマテラスは、アマテルと称されている。天岩戸の神隠れで有名な神で、神社としては、三重県伊勢市にある、伊勢神宮内宮が、特に有名。古事記においては、アマテラス大神、日本書記においては、アマテラス大神、アマテラス神、アマテラス大神と表記される。別名、大昼目鬼神、お昼目の無知の神。 神社によっては、大日女尊、お昼女のみ、こと、大日礼、お昼女、大姫おとされている。古事記においては、アマテラスという神名で統一されているのに、対し、日本書紀においては、複数の神名が記載されている。伊勢神宮においては、通常は、アマテラスオーミの他に、アマテラス大臣、アマテラスあるいは高大美カ、 すをおおといい、神職が神前にてなお唱えるときは、天照すざこう、おおみか、天照ますすめ、おおという。なお、大昼めき神の、無知とは、尊い神を表す尊称とされ、神明に、無知がつく神は、大昼めき神のほかには、大名無知の命、大名無知、大国主、道主、高道主の無知、宗方大臣などわずかしか見られない。 つくよみのように明確な性別の記載があるわけではないが、日本書紀ではスサノオに姉と呼ばれていること、アマテラスとスサノオの制約において武装する前に髪を時見ずに結び直す、つまり、平素には男性の髪型をしていなかったことに加え、旗織部屋で仕事をすることなど女性と読み取れる記述が多いことなどから、古来より一般に女神と解されている。別名の おほひるめのむち、おおひるめたかの、おほ、大は、損傷、むち、木は、高貴なもの、ひるめ、にち、は、日の女神を表す。ただし、は、ふと道義であり、古来は、太陽神に使える巫女であったとも考えられるを意味する。ひこ、ひこ姫、め、ひめ、ひめ、おとこ、いらつこ、いらつこいらつめ、いらつめなど、古い日本語には、伝統的に男性を、こ、こ、 女性を、目、女の音で表す例が見られ、この点からも、女神と捉えられる。講述するように中世には、フッツと同一視されたり、拝見説等も広まった。アマテラス大臣のモデルは、ワイナンコや三海行などに出てくる東海の海の島、日本に住んでいる獣の、太陽神の母である庭が該当するとする説もある。ワイナンコの冒頭と、 日本書紀の冒頭が重なる部分が存在することから、危機の執筆者が、ワイナンコを読んでいたのは、間違いないとされる。アマテラス大臣は、太陽神としての一面を持ってはいるが、神酔いを折らせ、神田の稲を作り、大上祭を行う神であるから、太陽神であるとともに、祭祀を行う、古代の巫女を繁栄した神とする説もある。ただし、目、女という語妻、 巫女と解釈する例はないとも言われる。元は、ツングース系民族の太陽神として考えると、本来は皇室子孫のお神であり、女神として、その造形には、女帝の水子天皇や、自童天皇、孫の慶御子が後、文武天皇として、即位、同じく女帝の元明天皇、孫の首御子が後、聖武天皇として、即位の姿が反映されているとする説もある。 兵庫県西宮市の広田神社は、天テラス大臣の荒美玉を祭る大社で、同坂紀元の御玉天祖無吉姫命、月坂紀伊豆の御玉さ盛る、向井伊姫の御事という祭り神明の、またの名が伝わる。これは、天テラス大臣を祭る聖殿には伝わらない神明で、あるが、荒祭り具の荒美玉が女神であることの証細とされる。日本においては、古事記においては、 イザナギのミコトが、イザナミのミコトのいる、黄泉の国から生還し、光線の汚れを洗い流した際、左目を洗った時に火星したとしている。この時右目から生まれた、つくよみのミコト、花から生まれた竹ハやスサノオのミコととともに、ミキコ、ミハシラのウズのみこと呼ばれる。この時、イザナギの命は、アマテラス王みに高天原、高天の原を治めるように指示した、神海を参照。 うなばらを委任された、スサノオの命は、イザナミ命のいる、根の国に行きたいと言って泣き続けたため、イザナギの命によって追放された。スサノオの命は、根の国へ行く前に、姉のアマテラスオーミカに会おうと高間ヶ原に行ったが、アマテラスオーミカは、弟が高間ヶ原を奪いに来たものと思い、武装して待ち受けた。スサノオの命は、身の潔白を証明するために制約をし、 アマテラス・オーミカのものみから五柱の女神、スサノオの命のものみから三柱の女神が生まれ、スサノオの命は、勝利を宣言する、アマテラスとスサノオの制約参照。この時、アマテラス・オーミカのものみから生まれ、アマテラス・オーミカのことされたのは、以下の五柱の神である。これで気を良くした、スサノオの命は、高間ヶ原で乱暴を働き、その結果アマテラス・オーミカは、 天の岩戸に隠れてしまった。世の中は闇になり、様々な災いが発生した。重い金慎、重い金の神と、雨の子や寝の御子などやおよろずの神々は、天照大神を岩戸から出すことに成功し、須佐野尾の命は、高間ヶ原から追放された、天、岩戸さん、大国主神の治めていた吉原中国、足原の中津国を生んだのは親である、君二神。 イザナギとイザナミと考え、吉原中国の領有権を、このアメノーシホミミの命、アメノーシホミミミに渡して降臨させることにし、天津神の使者たちを大国主身のもとへ、次々と派遣した。最終的に武力によって、吉原、中国が平定され、いよいよアメノーシホミミの命が降臨することになったが、その間に、二人儀の御事が生まれたので、孫にあたる二人儀を降臨させた。 吉原中国平定、天孫降臨を参照。その時発射区を自身の代わりとして祀らせるため、降臨する神々に携えさせた。中世の神仏根行で、本寺衰弱説が広まると、天竺、インドの仏が神の姿をとなり、日本に出現したとする考えが広く浸透した。はじめ、アマテラス大臣には、観音菩薩、十一面観音菩薩が当てられたが、 やがて、大日如来となり、両部神道が登場するとアマテラス大臣は、宇宙神である、大日如来と、同一視されるようになる。平安末期の武士の台頭や、神仏懇行が強まると、以前より指摘されていた、アマテラス大臣の拝説が広まり、中世神話などに姿を残した。神道において、怨霊に言論が、日本初期の国海にも語られており、 イザナギの孫をひ神、み、ザナミの孫を女神と呼び、お神は、火で、女神は、影となされている。太陽は、火で、月は影であり、太陽神である、アマテラス大臣は、お神であったとされる説である。平安時代、漢字4年11月4日、伊勢方平式で、伊勢神宮に奉納する、アマテラス大臣の装束一式がほとんど男性用の衣装であって、 江戸時代の伊勢下空の新館渡来のべ行はこれを、天居にして、酒駅のうさへの女子用装束と比較して、これを見れば、天照大臣はじはおのこと名、らかなりと記している。内空南大交渉、国学弁義。また、山縁樹、英略2年4月22日上、平阪期、人南4年正月26日上にも内空に、男子装束が奉納された記事がある。 京都祇園祭りの岩戸さんのご神体は、イザナギの命、タジカラオの命、アマテラス大臣であるが、いずれも男性の姿である。アマテラス大臣の像は、美目修麗の美男子で、白色光花火し、綾やおりばまで浅靴を履く。直径12センチほどの円鏡を首に掛け尺を持つ。と、岩戸山町で伝えられる通りの姿である。江戸時代、円君は、小神として、 アマテラス大臣の素像を制作している。江戸時代に流行した生図絵には、アマテラス大臣が、お神として描かれているものがある。京丹後市美浜城補体のの三番層、三馬、層に登場する沖縄、アマテラス大臣を表すとされ、振袖を着て、カツラを装着し、ん刺しを刺して、金色の絵星をこうむる姿である。また、藤原富人が女性が、天皇に、 即位できるように危機器を作り変えたとも言われる。ただし前述のように女神説が主流であり、伊勢神宮をはじめ、各神社でも女神としている。また、現代五百本や漫画においても女神として描かれることが主流である。なお、日本国内の諸説から離れて、比較神話学の立場から見た場合、世界的に太陽神は、お神よりも、 女神とされることが多かったという指摘もある。詳細は太陽神の項目を参照のこと。太陽女神、あるいは女神とされることもある。太陽神の例としては、ソウル、サウレ、シャマシュ、シャプシュ、マリナ、ただしはトカプチプカムイなどがある。仏教界においては、宗派にもよるが、ちょうど八幡神、ヤワタいや、ハ八幡のように、天使用大臣と、 音読みで読まれることが多い。以下の寺院がアマテラス山を参号とする。1880年、明治13年から1881年、明治14年、東京の日比谷に設けた新党事務局神殿の祭人をめぐって、新党会に激しい協議論争が起こった。新党事務局は、事務局の神殿における祭人として、増加、三上、雨のノ主のカ 高見人結人、ひ上むすと天テラス大臣の与柱を祀ることとしたが、これに対して、出雲派は有権一女、あの世とこの世との一体性を掲げ、祭神を、誘拐、あの世を支配する、大国主大臣を加えた御柱にすべきだと主張した。しかし、新党事務局の中心を担っていた、伊勢派は、天テラス大神河は、県有領会を支配する、天地大主催であり、 他の神々はその進化に過ぎないと主張するなど、両派は、真っ向から対立した。果てには、出雲派が神よより続く責年の祝縁を晴らさんと、している、皇室に不定な心を持っている、千下高富を中殺すべしなど、様々な風説が飛び交った。やがてこの論争は、明治天皇の直裁により、終終、出雲派が敗北し、天照大臣の神格は最高位に位置づけられる。 ことになった。なお、政府は神道に共通する競技体系の創造の不可能性と、近代国家が復古神道的な教説によって、直接に民衆を統制することの不可能性を認識したと言われている。芥川龍之介は、自身の小説にて、アマテラス五大臣を登場させる際、アマテラス大ミカという故障では、高祖神をそのまま文中に登場させてしまうことになる。 ため、太陽神、それも、自然神という性格付けで別名の、大日高、をおお目るちを用いた。実際、芥川の小説には、検閲によって、訂正、過失、削除を強いられた箇所が多数存在する。日本全国の神社本庁三家の神社で、広大神宮、天照広大神宮の診察、神宮大麻を反布している。 アマテラス大臣の伝承は各地に存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。